2023年3月22日、俳優の段次郎さんがお亡くなりになりました。マッハバロンとか、ロボットハッチャンとかね、数多くの作品に出られていましたが、帰ってきたウルトラマン、僕の時はシンマンって言ってましたけどね、現在ではウルトラマンジャックというふうに言われているようでございますが、そちらのカプセルトイ、ガチャガチャ、ガチャポンをまとめてみました。それでは今回は帰ってきたウルトラマン縛りでご覧ください。どうぞ。これもカプセルトイで出たんですけど、バンダイからのウルトラリングと大キャスト制ですごいですよね。瞬く間に売り切れになってしまった一品なんですが、こちらは帰ってきたウルトラマン、シンマン、ウルトラマンジャックに変身するリングと、段次郎さん演ずる郷秀樹さんがこのリングで変身してたんですね。そしてこの造形も素晴らしい。ベムスター、ね、帰ってきたウルトラマンの協力怪獣ですよね。ボールキーチェーンなんですよ、ね、ツインテールはエビの味がするっていうことで、それをパロディ風に造形化したツインテールのエビフライです。これもあとマルシーツブレアでバンダイから出てるっていうところは面白いですよね。はい、衣を身にまとったツインテールです。グドンの大好物です。ウルトラマン HG シリーズのツインテール、なかなかの造形ですよね。この着色といい、衣加減といいこれが大好物だったのがこちらのグドンです。パーツがすごく多いんですよね。これはもう1990年代後半から2000年代中盤ぐらい席巻したバンダイのガシャポン HG シリーズからツインテールとグドンです。そしてナックル星人とブラックキング、これもすごいですけどね。じゃじゃん、帰ってきたウルトラマンシンマン、ね、ウルトラマンジャック、日本戦が特徴ですよね。死闘が再現できる。ベムスターもちゃんと HG シリーズで出てますね。後ろの尻尾の部分もね、細かいんだ。こっから何でも食べちゃうんだよね、ベムスター。飛ぶとこうなるっていうね、ベムスター。ビルガモです。ビルガモもすごいね。少しねこれペタペタするんだよね。もう20年ちょっと前のカプセルトイになりますけど、ちょっと彩色がね、ウルトラマンチックなササヒラ、不思議な怪獣ですよね、ササヒラね。ムルチは怖い、ムルチは怖い。ちょっとこう彩色がウルトラマンエースチック、鳥獣チックな彩色ですね。ムルチなんとなくタロウの怪獣かなっていうか、珍獣に近いですよねこれね。違うんです、シンマンの珍獣ヤメタランス、やる気全部失せるというね、これ結構恐ろしい怪獣ですね、今考えると。当時は面白がって見てましたけど。このバルタン星人はバルタン星人ジュニアっていう名前で帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンジャックに出てたんですね。評価は低い、ちょっと滑稽なバルタン星人ジュニアです。ディフォルメのね、帰ってきたウルトラマン、シンマン、ウルトラマンジャックも出てましたね。80年代の後半ですよ。ブームになりましたよね。ガンダムとかもね、二等身のフィギュアが登場したんですよ、これね。懐かしいな。そしてこのような台紙とともにですね、20円の消しゴムが登場するわけですね。比較的造形が整っています帰ってきたウルトラマン、シンマン、ウルトラマンジャックですね。こちら、まあ、バンダイの100円で展開されたものをですね、小さいカプセルに閉じ込めて販売。通常のものが入っていたりとか、まあ、当時だとねパチモノと言われる粗悪品なんかも入ってたんですけど、まあ、これ多分通常もんですね。交通整理をしているようなシンマン、ウルトラマンジャックですが、これはポーズ人形シリーズと言われる塩ビですね。これ系はよく当たった人いるんじゃないですか。20円で入ってたな。ちょっとこう曲がってますよね。これは中あたりですね。中あたり。
ふんやり曲がって入ってましたね、こうやってね、カプセルに。それをちょっと厚めのお風呂でね、広げて伸ばすんですよ。ね、懐かしいな。これ当たった時嬉しかったですよね。さらに、もっと大きいものが当たったりしたわけですよ。これね、これお店に当たりの紙を持って行って取り替えてもらえたかな。だからコスモスではないと思うんですけどね、多分。紺野産業のね、ビスタだと思いますけど。これはかなり強烈ですよね。当時から若干トラウマチックな。これスプレーで塗るからこうなるのかな、スプレーで塗ったのがね、当時嬉しかったんですけど、何十年も経つとこのような形になるんですね。なんかウルトラマンの時にね、石像になったウルトラマン、アントラの回に出てきましたよね。それっぽい。この造形懐かしい人多いんじゃないですかね。よく見ないとわからない怪獣シリーズ。こちらがアーストロンで、こっちがブラックキング。ね、これですからね、ブラックキングね。ね。この間に一体何があったんだっていう。角の部分で尖ってるのがアーストロンで、ちょっとこう、ちょんまげみたいになってるのがブラックキングという。これはよくコスモスガチャね、入ってたよな。新版帰ってきたウルトラマンの怪獣や聖人を並べてみました。ゴキネズルだけなかったな。皆さん名前わかりますか？ブラックキングとナックル星人をまとめてみました。で、このキングマイマイなんですけど、右側がちょっと小さいですよね。整形不良っていうことはちょっとね、パチモノなんですよね。ミステラ星人もね、手前が悪で、奥が善なんですけど、善の方がでかいと。最も長いキングザウルス3世の小さい造形も可愛いんですよ、これ。で、ササヒラーはね、マグネット、磁石版でも同じこれ、版を使って作ってましたね。これは塩ビ消しゴム版ですけど。ここで問題です。一番値が張る怪獣消しゴムはどれでしょう？正解は？このね、ムルチ大ですね。これ後期のウルトラマン消しゴムで、雲仙円します。このね、シュガロンも珍しいんですよ。これはこれでね、普通に販売したんですけど、20円のガチャの後期、50円かな。カプセルから出てきたんですよね。面白い造形ですよ。ちょっとボテッとした感じの。シュガロン。ザザーンはよく当たったんじゃない？こればっか出てきたもんな。ザザーンです。これはまだちゃんとマルシーポピーつぶれやって書いてあるからいいんですけど。すんごいパチモノいっぱい出てきましたよね。これ作りやすいんでしょうね、このザザーン。闇がある古代門。黄色が若干小さいんでね、こっから型を取ってこれ作ったんでしょうね。この塩ビもね、硬いんだ。これは、闇がある造形ですね。この辺はとにかくよく当たりましたね、当時。またこの怪獣かよっていう、そんな記憶が蘇ってきますね。これマットアロー号の1号。こういうのもね、作ってたんですよね。マットアロー号、かっこいいですよね、飛行機。そしてマットアロー号の2。ちょっとボテッとした感じの消しですけど、ちゃんと後ろにも半券がついてて。これ帰ってきたウルトラマンで登場してきた、まあ、兵器というか飛行機ですね。これが磁力線マグネットウルトラマンっていうこと。ボロボロになっちゃってますけどね。この中でも、この辺なんかは、シンマンの怪獣じゃないですかね。セアーズっていうところから出てたんですよね。バンダイ系のメーカー。このササヒラーが、同じ造形で、マグネットとしても登場しているという。すごいね。磁石。帰ってきたウルトラマンの、レッドキラーとグドンはですね、塩ビの造形から起こしてるっていうのはもう一目瞭然ですね。一応くっつきますけども、磁力がなくなってきてますね、レッドキラーね。磁石じゃなくて、げんなりするときありますけど。
もうつかないですね、これ。クドン。ダンガーは、ダンガーは知力ありますね。はい、ベロクロン。そしてこれが、ツインテール。まあ、この辺はいいですね。タッコン。この色付きのやつは結構磁力が強いんですよね。けど、ヤメタランス。あ、ヤメタランスもいける。軽いやついけるか。で、別のツインテール。ドン。うん。古代ゴン。よいしょ。もう、キングマイマはね、手が取れちゃってますけど。キングマイマ。お。ペタッとくっつきちゃいます。カプセルのまま保存するのも好きなんですよね。これは、シンマンと死闘を繰り広げたナックル星人が、カプセル怪獣並みにカプセルに入っています。かっこいいですよね。そして、騎士では持っていないゴキネズラ。ゴキネズラは、マグネットは持ってんだな。そして先ほど紹介したレッドキラー。これもしかすると消しゴムかも。スプレーでごまかせてます。あ、もうこんな感じなんですよ、カプセルがね。開けましょう。うわ。ペトペトになってますけど。これが、ヤメタランスです。ヤメタランス。いやなんかもう、外すのももうやめますね。一体化してる。うん、いかがだったでしょうか。一つの時代が閉じた感じがして寂しいですね。ちなみに放映されたのは、僕が生まれた年ということで、すごい太いつながりを感じております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもお願いします。僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、エモーイ昭和レトロ風ガチャガチャの情報、ご当地オリジナルガチャガチャの情報などなど、コメント欄にてお待ちしております。團次郎さん、本当にありがとうございました。あなたのニヒルな笑い、そしてかっこいい姿は脳裏に焼き付いております。ありがとうございました。